ミッチーをはめることに成功したんですよ。皆さんに特別ね DM の中身をお見せしようと思います。はい、いますね。今日一人作業着じゃない。お疲れ様です。今日はですね、まあ、ちょっと朝、はい、まだ8時58分なんですけど、いや早いっすよマジで。あの実は、はい、ミッチーをはめることに成功したんですよ。ということですか。どうやってはめたんですかミッチーさん。そう、そのはめ方なんですけど、はい、あの私インスタで夏美っていう偽のアカウントを作ったんですよ、はい、でその夏美のアカウントでミッチーに DM 送ってデートに誘ったんですよ、はい、そしたら見事引っかかりました。で、はい、今日会うんですよ12時に。会うんですか。はい、ちょっとやばくないですか。マジでカメラと一緒に撮りに行きましょうよそれ。あ、僕も行くんですか。はい、だって見たくないですか。その何騙されてえってなる瞬間の顔。もうあれリリちゃん一人で行ってください。 GoPro かなんか持って。いやいやいや、後ろで個人的に見に行くんで。あ、そう、そっち系ですね。いやすごく、もうだってもう毎回怒られて。皆さんに特別ね DM の中身をお見せしようと思います。はい、まあまず最初で、まあ写真あの、まあ、TikToker の桜井るいさんって方から写真をいただきました。あのほんまにめっちゃ可愛い子なんですよ。インスタもその方の写真をめっちゃ貼り付けて、はい、だからもういやこれやったらちょっとミッチー騙せるかなと思って。好きそうっすもんですよね、はい、これちなみに何日前ぐらいからやってるんですか。4日前ですね。4日前からあの連絡取り始めて、はい、ミッチーと。4日で落ちるんですかじゃあ。まあ最初まあ私がフォローしてフォローバックしてくれたんでフォローありがとうございます、はい、ミッチーの大ファンです頑張ってくださいってまあ送ったら、はい、まあミッチーからこちらこそフォローしてくれてありがとう、 YouTube 頑張るので応援よろしくですってまあ当たり障りのないような、はい、で私が返信来るなんて思ってなかったからびっくりですって送ったら、はい、なんか返信世界一なんでとか絶妙に面白くない。でまあ私がそのみんなに返信してるんですかってハテナで送ったら、はい、なんか、まあ、返信世界一とか言ったのに、はい、既読無視されたんで、はい、だから私がもう一回また送ったんですよ。返信ちゃんとするって言ったのに既読無視じゃないですかって、はい、そしたらすいません現場が忙しくてなかなか返信できなかったです。これ結構すぐ返信来たんですよね。それがまあ夕方その日の4日前の夕方の6時ですね。夕方の6時、夜の、はい、ってあれじゃないですか企画会議の時に。え、あの距離でじゃあ打ってたんですかずっと。そうなんですよ、企画会議の時にちょっと打ったんですよ。そしたらもう周りとすぐ1分後に返信来てますね、はい、あ、なんかずっと携帯いじってたイメージあります2人とも。そう言われてみると。そう、なんかもうたそう対角に座ってたから座ってましたね、はい、まあ画面見られんわとか思って、はい、なんかずっとやってましたもんね。最近家で暇で映画ばっかり見てるみたいな話になった時に、はい、なんかミッチーが割と長文送ってきて好きな映画とかあるんですかって聞いてきたんですよ。好きな映画とかあるんですか。ちなみに僕は世界の中心で愛を叫ぶが好きです。聞いてもないのに。そうなんですよ、聞いてもないのになんか語り出して、はい、でまあ私ディズニーが好きっていうことを言って、はい、そしたらなんか見てくれたんですよ。そうなんですか、何を。なんかラプンツェルを、はい、なんかそう見ようか悩んでるって言って、はい、見ましたよ、泣いちゃいましたとか言って。え、マジで見たんすか。いや、わかんない。いや、僕見てないと思います、マジで。見てないんですかね。多分話し合わせるためだけに。あ、聞いてみましょうか、後で。ほんまにラプンツェル見たんですかって。え、軽く事件じゃないですか。あの顔でラプンツェルですよね。見てたんです。確かに。やばくないですか。ディズニーって感じですよね。ディズニープリンセスみたいな。ディズニー顔びっくりですよ。そんな顔のやつがまさか見るなんて。確かに、もうディズニーもびっくりですね。はい、間違いないですね。そう、夢とかあるんですかって私が聞いたんですよ。そしたらなんか友人みたいな男になりたいとか言い出して、そしたら、はい、なんか僕の夢はビッグな男になることですね。ビッグになっていつか夏美さんを迎えに行きますね。やばいですよね。憧れの YouTuber の人がいるんですかって聞いたら、はい、あの YouTuber では憧れはないですけど僕の憧れは社長ですって。そうやったんですかって、ほんまやったんですかね。ちょっとそれも聞いておきましょうか後で。ほんまに憧れ社長なんて、あんだけボロクソやっといてですよね。今さらそしたら電話しないですかって来たんですよ。はい、まあ、ちょっと電話したら
やばいじゃないですか、声で多分私もう絶対バレると思うんで、はい、まあ、ちょっと電話はちょっと恥ずかしいから無理ですとか言って、はい、そう、やっぱり会うのはちょっと難しいですよ、まず電話したいっすって来たんで、はい、で私が電話は恥ずかしいです、女心分かってくださいピエン、もう、まあ、もうとりあえずゴリゴリで押してったら、はい、いけたんですよ。あ、いけたんですよね。そう、いけたし、ね、しかも、はい、1時間も会ってくれるってことになったんですよ。最初10分でいいからっていう提示をしたいんですけど、はい、ちょっとゴリゴリ冷めたら1時間ぐらいなら開けれそうだよって言ってくれて、マジ誰にも言わないでくださいよとか、まあ、言われたんですけど、はい、まあ動画で大公開ですよね。そうですね。12時に荒子、南荒子にで待ち合わせってことになって、はい、今日まあ12時に会うんで、はい、今からミッチーにちょっと DM 送ろうかなって、はい、今日よろしくねみたいな感じで。今からですか？はい。あ、なんかの動画でミッチさんなんか休みの日昼まで寝てるとかなんか言ってましたよ。マジですか？もしかして起きてないかもしれないですね。でもオンライン中なんです。オンライン中なんですか？だから起きてますよ。起きてます、気合入ってますね。まあ一回ちょっと送ってみましょうか。そうですね。はい。あー、来ました。来ました。おはようございます、今日よろしくです。今日12時じゃなくてそれより前でも動けそうになりましたよ、どうですか？やばやばいですね。ガチじゃないですか？ガチですね。早めるのはもうちょっと厳しい気がするんで、ちょっとそれは断っときます。わかりました、僕も楽しみです。では12時前にはスタンバっときます。まあちょっといいねしときます。なんか返した方がいいですかね？死ねとか送ってきますね。でもそしたら聞くれなくなりますよ。デートなんで、はい、まあ、こんな格好で行くのはあれなんで、まあ、軽くおしゃれに着替えて行こうかなと思います。はい、待ち合わせ場所までワープ。もうすぐ着きますね。もう着きますね。いや、着てるんですかね。いや、どうしました？なんかめちゃくちゃバッチバチにおしゃれとか。だってなんか休日を聞き出して、はい、まあ誘ったわけじゃないですか、うちは。はい、まあ、やっぱり休日はさすがにいつもの作業着ではなさそうじゃないですか。いつもの作業着だったら逆に着きますね。逆にデートで作業着マジでってなりますよね。マジ、あ、ちょっともうすぐ見えますね。もう着きますね。いや、おるかな。どうですか、います？あ、いました、いました、あれじゃないですか。いる。今日おしゃれ作業着じゃない？まあこれでちょっとね、一瞬はちょっと誰みたいな感じになるじゃないですか。ならないですかね。一瞬なると思います。一瞬だけで、それでまあ多分すぐ分かると思うんで、その時の顔がね、どんなのか。じゃあ行ってみましょうか。どう登場しましょうか。後ろからちょんちょんみたいな、ちょんちょんマーク、ちょんちょんマークんです。マーク会いに来たよ。ちょっと裏声が待って、ちょっと声高く高めに行きます。会いに来たよ。どうする？は？え？え？だって約束したじゃないですか。約束してないですよ、リリちゃんと。約束してないですか？してないって。約束しましたよね。いや、してないって、リリちゃんと。いや、俺でも分かっとってよ。何がですか？そういうことね。DM の内容、めっちゃおもろかったですね。はい、世界の中心あやさきって、ほんま見てるんですか？絶対見てない。歌ってあげましょうか、OK。 いや、これちょっとふざけてやめろ。いや、でもだって僕結構断っとったっすよ。確かに。まあ、確かに断ってましたね。断っとったっすよ、だって。まあ、だけど、まあ、そのグイグイ来るもんで、まあ、確かにちょっとこっちが企画だからっていうので、だいぶ強引にちょっとお約束したってなるんですけど、の割にはちゃんと決めてますね。
いやだって僕今日休みっすもん。まあでもちゃんと決めてるじゃないですか。休みっすね。ちょ一個気になったことあるんですけど、ミッチさんの憧れの人って 社長なんですか。確かに社長なんですよ。あれメッセージ誰がやったの。だってあ、私がやってました全部。はい、それはいっかそれなんかビッグになることですって言ったの。殺すぞ、ビッグになって迎えに行くんですよね、夏美さん。ビッグになって迎えに行こうかなまあ嫌だわ、俺でも憧れの人社長だよ。変わらんかもしれん。で、髪の毛欲しい。何これ、何の動画。いやちょっとそう、ミッチーにファンを装って、はい、じゃなんか DM 送ってみたら、まあほんまに待ち合わせできるかなって。で、まあファンとどんなメッセージのやり取りしてんのかちょっと気になったんですよ。いやなんか薄々感づいたもんね、なんかちょっと、まあ、でも確かに私もだいぶゴリゴリに結構強引だったじゃん。企画やってなかったからゴリゴリには押しましたね、確かに。そう、電話しようってか電話シーンとか送ってもさ、はい、なんか電話しんじゃん。はい、俺いつも電話するんだ。俺本当にもう絶対これドッキリだと思ったもん。ドッキリか本当に なんちゅうの、誰か男たちの不良な中学生たちに囲まれてボコボコにされるかどっちかその金取られるか俺どっちかと思ってますまあまあ中学生ぐらいだったらいいかな、それ10人ぐらいに囲まれても別に俺ミッチーだぞーとか言ってきゃなんとかなるかなと思ってまあ最悪中学生だったらなんとかなるでしょ。まあそうです ね、もう先輩たちを乱すで、普通にみんな、まあ、先輩助けてくださいっつって中学生に今囲まれて金取られてますってめちゃくちゃ脱線機やな、呼ぶのもダメですねまあもうどっちかだと思ってね。まあでも本当に来てくれたんで、はい、いやなんかブッチされるかなともちょっと思ってたんですよ。約束したけどほんまに来るんかなみたいな。やっぱり二十歳超えたら約束は守らなかったんですよ。まあ、先生さすがにそこはちゃんと大人の対応してくれましたね。対応っていうかそれがルールですよまあ確かに、まあ、マナーみたいな感じですね。対応じゃないルールは守るでやすってことですか。ルールお前、いい加減しろよ、お前な。お前、いい加減しろ、さっきから、お前な。お前、ぶち殺すぞ、お前、そろそろ。照れるでやんす。だけど、まあ、それは面白半分で言う、なんか、本当になんか、こうやって二人で喋っとって、いや、なんか俺、照れるでやんすとか言ったら、出るキモいじゃん。そういうのじゃなくて、本当、冗談半分でね。はい。まあ、そんな感じで、ね。どういう気持ちでラプンツェル見てたんですか。ラプンツェル、はい、ラプンツェル早く髪の毛下ろしてちょうだいちょっと見てもういい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 あんまり痛くないもうあんまり痛くないあんまり痛くないじゃあ締めるでやんす締めるでやんす締めるでやんすまた見てねでやんすまた見てねでやんすOK? OK です。 OK でやんすか。 OK でやんすか。ちょっとな期待しちゃうんだけどちょっとまあこれぐらい何パーぐらいですか、こんくらいは。35% ぐらい。まあまあ、ね、なんじゃねえ